どうもシューターです。南総里美スクールウォーズ続きをやってまいります。今危機的状況なんてございますよ。攻められている織田南部、そして北条で、北条から江戸城を取られてしまった。そして織田には駿府城を取られてしまった。さらに織田は武田を滅亡させようとしている。これはまずい。言ってしまうか、武田滅亡、それは私たちがやりたいところなのに。困ったもんだ。南部もですね、講和を入れてくれない、入れてくれないんじゃこいつら。そして我ら相変わらず兵糧少ない。これはもうどうしたものか。この北条領を取ってしまって何とかしたいものでございます。さあ続きをやっていきましょう。ん？なんだこれは。駿河湾に出ようとしている部隊がいる。まずいな。なんとか鉄槌を食らわしてやらないと。これはここ間に合うのか。一体間に合うはずなんだが、大丈夫か。もう土井メンバーが入ってきているが、大丈夫か。岩村一気に落とされるんじゃないか。よし、またちょっとずつ見ていこう。来てるな、来てる、うん、とりあえず相馬隊はどっか攻めよう。小山城行けんじゃないか。進め。当たるか。途中で当たっちゃうかな。当たった。うん、岩村に土井メンバー、歯がたい間に合うかこれ。我が領内に敵が迫っております。来たぞ。南部目10万で柴田城待機せよ。そして内安だ、唐沢山お見せしよう。さあここは義詐術で参ろう。うん、相手方横勢太田氏助、なかなかの関東のあれですね、結構なんと言いましょうか、結構深いですね、深いメンバーですね。これはこれ佐竹さんの佐竹義里かな。うっかりやっちゃってる顔いいですね、使えなそうです。さあ帰ってんだ。唐沢山の戦いしっかり守って落としてまいろう。容赦はできない。北条が先手必勝持ってるのに我らはまだ先手必勝入らないんだよな。情けはかけません。さあ危険挑発入る。よしよしよし、包んでまいろう。さあ優しく包んで天使のぐらいだ。さあ相手方逃げていく、逃げさせておこう。敵の移動。お、なんだ、キルアト。やられたわい。この織田南部武田と比べると、この北条の兵の優しいこと、優しい、もう猫パンチぐらい優しいんだ。おっと、梶原のが左からやってくる。備えておかないと。おっと、強撃入っていくぞ。いいぞ、上がれ上がれ、戦況よ上がれ。敵の居所知れました。さあやってきた、敵対象だ。そして太田氏助回想する。まだまだスイッチポン圏内には遠い。この策で叩き潰す。さあ我ら損害なく勝ちたいんだ。行こうぜ。よし、この我らの防波堤完璧なラインだ。上がれ。突破できないだろう北条兵では。なかなか戦況上がらないな。なんだこれは。叩き潰せ。バグってんのか。これ強撃入れて、あ、こっちでも強撃入れられている。まだ終わってはおらぬ。くそ、攻め立てましょう。なかなか上がらない。ここらで階層をズバズバ出して、さあ始めようか。決めてしまいましょうよ。あいにくの雨でございます。さあ階層一体出る。さあどうなるか。意外と長引いてるぞこの勝負。上がりきるか、上がりきるとこまでいかない。さあこれはさすがにスイッチポン圏内じゃないか。え、スイッチポン上がり、あ、上がりきれない。あと1ミリ残った。しかしこの階層でやってもうた佐竹さん、完全に傾く。手加減なしだ。いやー、勝つじゃん。おー、怖えな。又部、怖えな。熊が襲いかかってくるわ。勝ち続けるのみ。よし。なかなか損害でかかったぞ。さあ、ホッバック。補助さんとこは処断いたしません。逃がします。さあ、どうなるか。遊騎場にも入ってやる。うん、あとはあれか。この南部。この南部に対応しなければいけない。58日。間に合うか、これ。さあ、岩村城。守り。歯がたい。土井メンバーだ。なんとか勝ってほしいんだが、ここも攻められすぎじゃわい。さあ1万5000対土井メンバーは9200だ。勝てるぞこれは。土井メンバーにビビる大きい松永久秀、柳生関秀才なんかもいる。なんだ、左下のなんかすげえブサイクになった星野源みたいなやつがいる。面白いやつ揃えてきやがって。よし、10面埋伏放ってやろう。居酒屋さん、岩村守り、
どこで守ってやろうかな。やっぱりこの深い山、ここがよろしいでしょうな。うん、めっちゃ全軍突撃臭い。なんだこれは、やばいぞこれは。ここら辺で食らうか。敵の居所、うん、大丈夫かこれ。うん、全軍突撃だな、このスピード。いやこれはまあなんとか陣を守っていく方がいいか。始めよ。どうなんだ、敵の居所、奇襲入る。よし、奇襲は入った。しかし陣が守れないか、これは。このスピードは。さあ10面挑発入れていく。奇襲も入る。よしよしよし、奇襲強撃。今のところ我らなかなかいい戦いしている。この兵数差で全軍突撃をかけてくるとは思いもよらんかったわ。さあどうなるか。強撃強撃で、お堅いよ、お堅い、お堅いよ。なんとか回想できそうだが、後ろから奇襲だ。逃げろ長島さん、逃げるんだ。よし、こちらトシさんの埋伏奇襲だ。野牛石州さんに放っていく。さあ逃げろ逃げろ、長島茂雄逃げるんだ。ミスター逃げるんだ。さあよし、撤退を出せればすぐ終わるだろう。いかに全軍突撃でもすぐ終わってしまえばいいんだよ。さあ完全に傾く、撤退脱殺して傾くんだ。いいよー勝利、これは士気が上がるぞ我らの。この勝ちが、このわ私の士気が上がった。ピコーンピコーン、なんだその士気の上がる音、おかしい。おっと、仕留めたい。早見さんを、早見もこみちを、羽賀さん打ち取ってやった。ナイスナイス。お、山田くんか、隣の山田くん来るか。汚ねえ顔だなおい、隣の山田くん。ブサイクな星野源、また来たのかよ、ま、松島奈々子また来たのか。もうそろそろしゃぶれよ、もうもうしょうがねえな、逃がしてやるか。いやここはちょっとなんか使うしかないな、テクニックを使うしかない。これはうん、まずい、武田に攻め込んでる。まずいぞこれは、武田に攻め込む部隊が行ってしまっている、うん、そして遊撃場取り囲み始まった。我が領内に敵が迫っております。もう一個か、これ早そうだな。攻めよ。そしてこちら城から敵が撃って出る。宇治政か、汁かけ目。難しい局面だ。一旦越後を捨ててしまうか。いやそれはでかいな、越後を捨てるのはちょっとでかい。考えよう。敵の居所知れました。あれは宇治天、見えているぞ、攻めるぞ。お、策のある者、もう一人がなんだこいつは。杉野屋正猿か。お、久喜森高だ、久喜森高千里だ。そして岩木さん、止めてくれ、またやってくるか。ちょっと本体が囲まれ気味。あっと本体攻撃か、それはまずいな。さあ奇襲入れる、突っ星入れてやった。なんだ攻撃になったりなんなかったりしてる。飛型挑発はかかるか、かからないっす。千葉ロッテ危ない、飛型始めるぞ。さあ進め、千葉ロッテ引いた、なかなかの引き際。イオシ回想出す、クキさん回想放て、強撃も入れて、強撃も入れて、いい感じ、とてもいい感じ。一旦引こう。よし、打ちてる回想。さあここで決められるか、撤退なんかを出しちゃえばこのターンで終わりそうな気もしないでもない。やりたい。さあ、打ちてるが撤退だ。打ちてるさん、八王子まで帰っちゃって。さあどうなるか、まさか。よし、もう一体、空気体、撤退出していく。さあこれで決まるか、完全に傾く。情けは無用。よん勝つとし、このようなところで熊さんの、熊さんのまたべえだ、またべえの熊さんのおまたべえだ、おまたべえが、おまたべえの熊さんが、もうやかましいわ。何が言いたいんじゃ。あら久喜さん、リリース、かたじけない。そして久喜義高まで、義高まで、義高対義高だ、義高対決か。ここはなんかもう織田と南部の処理が難しすぎて、もう僕はここで現実逃避をしている。もう現実逃避だ、もうもうあいつら、もう相手したくないんだよ、もうやだ、もうこんなやつらどうしたらいいんだよこれ。乾に来る、ほいだ正清、正清じゃない、ほいだ元清、
大変じゃないかこんなの。やってられるかよ。参ります。なんとかなんねえのかここ。後に続け。ちょっと進めよ。さあやってきた。吉高のところに吉高かな。1万2000対6000だ。五色で行けってか。力の差お見せしましょう。あ、ここは利根川マップでございますね。利根川マップはこれどうすればいいんだろう。とにかく川を渡らせる。五色で行ってみますか。じゃあお見せしましょう。渋沢興産の五色で。よし、いざ来るぜ。小賀の戦い、ここは楽しいぞ。さあみんなジャブジャブ川を渡るんだ。始めるぞ。川沿いリバーサイドで守ってまいる。覚悟は良いか。はリバーサイド兵数にかなりばらつきがある。やりづらい。我が命に従え。ちょっと早歩き見していくか。何かありませんか。うん、テクスチャがだいぶ剥がれちゃってますね。テクスチャ剥がれる。これ島なのか中洲なのかよくわかんない。ほらぐちゃ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 。これなんだこれ。これ下手くそのシムシティみたいになってる。これ下手くそのシムシティか。これえアクトレイザーか。これ懐かしいな。アクトレイザー。敵の居所知れました。これ本体じゃないか。申し寄せぬ。これ本体じゃないか。本体もう来んのか。嫌な予感がするな。でもこれは全軍突撃ではなさそうだ。よし川を渡らせようよ。川を渡らせたところで囲んじゃったりするといいかもしれないね。敵の居所知れました。まっすぐこちらにやってくるね。なんでバレてんのかな。なんだ全部こっちに来んのか。なんだあっちの陣から取ろうってやつはいないのか。よし本田隊横陣横やり。んなんだ横陣横やりやられてから先手必勝で何なんだ。それ汚ねえな。策のあるもの本当にお前ら汚いんだ。さあ久喜の水軍力見せていくか。川だぞ。海戦マップじゃないんだぞ。まあ、海戦マップじゃなくても水分強いやつはここで力を発揮しちゃったりしても面白いとは思いますけどね。知れました。おっと成田空港ちょっと危ないぞ。囲まれるんじゃないか。このままじゃ危ないぞ。かかれ。ほら食らった。奇襲2発も食らってやる。成田空港、うん、しかもそれやばい奇襲じゃねえか。それ改装する機種じゃないか。これなんとかせえ。始めるぞ。太鼓打ってんだよ。ございます。クッキー隊が今ぞ放て。クッキー隊改装するか。クッキー隊あ川を渡りきりがあった。川を渡りやがった。で成田空港もうちょいだな。よしこれで様子を見てまいろ。正々堂々勝負せよ。うんダメだ。もう完全にブロックされた。やりたい。吉高には届かん。前吉高といってもクッキーの吉高の方だ。放て。これ長丁場になってしまう。だいたい五色ってなんだこれ。五色の何がいいんだ。全ては根も葉もないこと言ってた。五色の何がいいんだこれ。おっとクキ吉高再びこちらに近づいてくる。このターンでどうだ。この一撃クキ隊を改装とかできちゃうか。できちゃうか。ふまこ太郎改装だ。ふまこ太郎改装。さあ川をジャブジャブ川をジャブジャブビートで渡ってくる高木隊。この同じ暴走としてはお前な。なぜこちらになびかんお前は。クキの撤退が見えてきた。撤退が見えてきたぞ。攻めよ。いいぞもう撤退でいく。クキに撤退だ。クキ撤退でいいんじゃないか。全ては我が承知です。よしよしよし。階層が出てクキも階層する。一旦引くか。階層から持つかな。策がございます。さああとは固く守っていきたいのだが。正々堂々勝負せよ。さあ我らに完全に傾く。固く守ってよーかすとし。弱者にしよう。なかなか損害がでかい。それが戦場よ。捕獲はなしせん。捕獲はなしせん。で宇治安なんでこっち動いてくんの。何がしたいの宇治安くん。よし進める。なあ一気かまた。クソが南部クソが。さあちょっとずつ動かすぞ。ここでぶつかった。来たぞ信長対宇喜多直家。ここはちょっと一大決戦になってしまう。何せ5000対10万だ。戦場的にもなんかもう一つ来てんな。なんだそれ。その言いかけてやめんのやめろ。もう怖いわ。5000対9400。この兵数ではかなり危険。そしてこちらは8部隊だ。勝てるかこれは。釣り延ぶせていくか。
釣りの店でかけるか。よし、居酒屋さん、祈りの戦い、ここは勝負だ。もちろん勝つことを前提にやっているが、非常に難しい。この形は無形に見えるが、どうなるか。信長左か、左か。信長を真っ先に回想とかしたかったんだが、島左近もいるか。こちらに来るのは4部隊か。さあ見つけた、松さんだ。お松だ、お松。お松にまず攻めさせよう。後期よし、釣り発動。奇襲も入った。ごゆるりと、ごゆるりと、お待とうではないか。そして庭穴が秀だ。よく狙ってください。早い早い、島左近が早い。もう真ん中の地に到達した。ここで奇襲を2発入れられるかというところ。さあ、信瀬合流。うん、奇襲にはならない、奇襲にはならない。やりたい、お願いします。奇襲入る、入っていく。よしよしよし、かかれ。そして島左近近づいてくる。ここはしっかり見てまいろう。ご命令を。ちょっと開いた方がいいかもしれない。なんて見づらいんだ、ここ段になってるから。よし、これで奇襲と入っていくか。今ぞ。よし、奇襲入る、一発。そして強撃、強撃だ。いいぞいいぞ、スイッチポン圏内までいけるか。やりたい、前へ。これはいけたんじゃないか、スイッチポン圏内。この策、スイッチポン、うん、止まった。スイッチポン止まりやがった、まずい。知れております、ね、大丈夫か。かかり。しかしここだ、ここで来るぞ。人工化で上がっていく。完全に傾く、危ない。よかったし、なおいえ、なおいえ。見えていたことよ、見えていたんだ。丸見えだ、おちんちんが丸見えだ。さあ一本よこせよ。おいおいおい、俺はもう一本持ってるんだ、十分だぜ。一本あれば十分なんだ、おちんちんは。年貢シューター数えて42歳、厄年、山崎製パン高井戸工場勤務、サンドイッチ班班長。そんな班あんのか。おっと、前田利長、そして戦国権兵衛、来やがった来やがった。いらっしゃいいらっしゃい。そしてあとの2人は死にたいらしい。さようなら、死なせてやる。さようならだよ。ウッキータはさすがに騎乗。戻るぞ。信忠はどこに行くんだ。これ駿河湾に入る。海に入りてんだな、しょうがねえな。じゃあ元清は小山城に入ろうとしている。待機せよ。そうした、唐沢山楽城。よし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 、これはでかい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 ぞ。いいぞ、行くぞ。押し城入るか。進め。ここがごちゃごちゃだな。なんだこれ、駿河湾入ってどうするつもりなんだ信忠は。これ入水自殺か。これはで、法井田元木屋がもう小山城に入ってしまった。我らどうすればいいんだ。手を打とう。掛川行くか。出陣するぞ。どうなっていくんだこれ。明かりごとなき者よ。よし、勇気城、楽城だ。滅びるがよい。うん、あとはどうするか。お市場は多分落ちないと見た。で、なんか宇都宮城になんか入ろうとしてるのがサイレントで来てるけども。出陣する。分かった分かった、宇都宮城やりゃいいんだろう。烏山入るか。千歳烏山入るか。出陣する。オウムのマンションとかあったよな、オウムのマンション。そんなこと言ったら烏山の人たちに怒られちゃう。もうどちらの烏山の人たちにも怒られちゃう。行くぜ。よしひろ、どっちに回すか。うん、困ったな。使いの者が来たよ。北条はもう講和か。いいぞ、北条は3万も兵力くれるんだ。ピピシャシャリャー。これは21か、21承諾。よしよし、とりあえずこれでいい。さあ、じゃあ南部戦か。そしてなんか当たったぞ。大丈夫かこれ。おいおい、なんか当たり方おかしいぞこれ。またやばい当たり方したかこれ。陣なしならいいんだけど。あ、陣なしか、陣なしかと言っても1万6000同数だ。相手は半兵衛がいる。十面埋伏とか出してきそうだな。そしているじゃねえか、勝利、小作り勝利だ。そして北条氏勝、お前なんか織田とかに入りやがった。お前うまいことやったな。お前お任せください。うまいことやったなって、なんかあれだけども、我にお任せくだされ。よし、言ってろじゃねえか。ヤンキーホイだよ。相馬隊ホイだとはなかなか見物でござる。そして相馬隊極端に兵数少ない。これは後ろで待機だ。諏訪原の戦い回戦。うん、なんか全軍突撃っぽいんだが、これは
全軍突撃っぽいんだが、大丈夫であろうか。大丈夫じゃない気がするんだが、まあ全軍突撃だろうな。覚悟しろ。進めもやってりゃいいんだろ。やってりゃ始めよう。本体だけ逃げ回れ。始めるぞ。さすめ皆の者、我に続け。奴ら全軍突撃である。知れました。さきた6700もいたら改装してもあれだな。攻め立て。撤退は厳しいな。さけ敵の居所。おどんどん殺到してくる。まずいまずい。やりたい。攻撃食らっていく。しかしこれは奇襲が結構入れられそうな気がする。奇襲入るか入らないか。いい風だな。全然入らねえな。行こうか松風。今は引く。先に階層出してしまった。うわおとりもこれで効かなくなる。なんとか奇襲を一発入れて返していくんだが、ここは敵の領地だ。厳しい厳しい。矢を放て。あもう一体階層してしまう。今は引くぞ。まずいな。こちらがやられすぎている。自力じゃ勝てない。これは自力じゃ勝てない。ザクで叩き潰す。これは引いといた方がよかったか。これ向こうも総崩れっぽい感じは出してるんだけ ど、 これほど こちらが先に崩れてしまう。今は引こう。まずいな。一度引くぞ。うわ一旦引こう。なんつーなんつー泥試合。一旦引くぞ。どっちの方が階層多いんだ今。今は引こう。引いても階層が出てしまう。さあ引け引け引け。いい風だな。綺麗にみんな引いてった。行こうか松風。まずいな。これ奇襲とかにならないか。知れました。奇襲にならんか。やりたい。おい。さあ逃げていく逃げていく。よしなんとか逃げられた。かかれ。よし奇襲入った。いいぞ。このままでは。今は引こう。ダメだ本体撤退だ。総力戦だった。前へ。こんなすクソ総力戦クソ投げ戦いだったらだいぶカットするでしょうけど、もう1万だもん損害。1万ってやってられんわ。やられたかこれ。いやティロリンしか音聞こえなかったから大丈夫か。ティロリンだけなら大丈夫か。これはどうしよう。犬以上に守りを送るだけか。後に続け。もう何もできんわ対応だが、あとは南部にどう送るかか。さあ難しいな。さあそんなところでお時間でございます。非常に難しい局面迎えております。とりあえず北条は講和が入ったので、あと南部織田、この対処が難しい。何せ北と西真っ二つ強撃状態でございます。さあ次回どうなるか乞うご期待でございます。ありがとうございました。